自分の体の倍ほどの恐竜を襲っていたとも言われております。人間だったら人のみなんでしょうか。皆様不用意に手などを出されないようにお願いいたします。ただし本日は飼育員さんがついておりますのでとても安全です。皆様のかなり近いところまで飛ぶが予想されます。飼育員さん本日はお願いいたします。頼もしいですね。さあこの体長 6.4 メートルのアロサウルス、他の肉食恐竜に比べても前足が少し大きめだったと言われております。そして匂いにはとても敏感です。お昼ご飯にお肉料理食べちゃったなんて方もくれぐれも気をつけてください。肉食恐竜でございます。匂いにつられてねバカーなんて言うと何をでしょう。さあ今日はどんなお客さんが来てるのかななんていう感じで見てるんでしょうか。あらお父さん手出すからそういうことになるんですよ。気をつけてくださいね。さあ皆様もお気づきの通りこのアロサウルス、とても優秀で目も見えてますし耳もちゃんと聞こえてます。もっと近くでアロサウルス見たいっていうね方いたら大きく手を振りながらアロサウルスなんて名前呼ぶと近くまで来るかもしれないですよ。さあ皆さん試してみましょう。Thank you.
気をつけてください。あら、匂い嗅いでますね。なんか美味しいもの食べたんですか？あらあら、寝ちゃってるじゃない。気持ちよさそうな顔してる。どんな背中してるか見えるんじゃないでしょうかね。あらあら、北美人の双子のお嬢さん。あらま、女子高生たち黄色い声。ありがとうございます。いいですね、皆さんのね、歓喜の雄たけびが聞こえますよ。6メートル以上のアラサーですからね。迫力があると思います。あら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 、皆さん尻尾気をつけてくださいね。あら、お兄ちゃん勢い余って、大丈夫？どこのお客さんが元気かなーなんて見てるんでしょうか。あら、一番前に座ってる男の子、嬉しさのあまりにやけながら顔を覆っちゃいましたね。あらあらあら、いいですね。ちょっと美しいママさん、のけそれすぎですよ。気をつけてくださいね。あら、でも秋田美人の綺麗なママさん、ロックオンされてますね。もしかして匂いでも嗅いでるんでしょうか。あらー、お兄ちゃん、わっ、一番前のお兄ちゃんやられてる。大丈夫？お兄ちゃん、小学校3年生くらいのね、子はね、人飲みだって言われますからね。あれ、ちょっとどうしたの？何？大丈夫？これな、飼育員さん、ちゃんと
にしてたんでね、ちょっとね、ワクワクしながら見てたんですけど。本当ですね、なんか恐竜風にも全部なっちゃいますよね。すごい。すごい見えるから、このね、なんかもたくさんする。いや、すごい慣れてる感じ。え、あの、よかったら、せっかく来て、恐竜くん、あの、はい、この中にいる誰かと、こう、恐竜、誘導してみませんか。あ、そうですね。じゃあね、一番元気で、一番恐竜が好きだっていうのを、すごいよ。すごい、みんな元気すぎて寝ながら。じゃあこのほら乗り出し気味のこの彼にする？ここまでその方が。こんな勢いで、すごい勢いよかった。じゃあちょっと彼何年生？何年生です。3年生、いい体格してるね。飼育員向きじゃない？じゃあ、彼にはこのライトを持ってもらって恐竜寝ちゃいましたよ、ほら。アルサウルス起きて。ちょっとあのそのね、ライトを当ててあげてください。起きるかな。さあ、アルサウルス。ああ、起きた。大丈夫だ。あ、ちょっとほら。ライト、ライト。早くライト。よし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 。わ、よし。よかった。よし、ちょっと近いから。お父さんところね。ちょっと居心地良かったんじゃないですかね。え、じゃあこの3年生の彼には恐竜くんと一緒に、ここ一周回ってもらいたいと思います。もしね、これで彼がここ一周ことができたら、もしかすると次回は飼育員さんとしてできるなんていうことがね、あるかもしれないですよ。でもいい足取りですね、彼ね。ここみんなお友達？違うの？お友達じゃないの？すごいここ盛り上がってたけどね。あら、いいじゃないですか、ちょっと。怖くない？怖くない？あら、でもなかなかいい足取りでね。いい感じですね。じゃあ今度はそろそろ真ん中に。じゃあセンターの方まで戻ってもらって、
カラスとか今生きている鳥は全て間違いなく恐竜の生き残りなんです。だからね、恐竜に興味があるという人はぜひ、ね、図鑑やテレビだけじゃなくてみんなの身近にいる生きた恐竜たちに目を向けてみてくださいね。なるほどね。いや今日なんか新発見があるし、これが今の新発見しよう。聞いてた Yeah.